高賀神社は、岐阜県関市ホラド高賀にある神社である。別名、高賀山大本神宮。標高1224メートルの高賀山の山麓にあり、高賀山を囲む高賀六社の一社。旧社格は五社。平安時代から室町時代にかけて、白山信仰の影響を受け、本寺衰弱説により十一面観音、大日如来を、本寺仏として信仰された。 さらには、五頭天皇信仰、国蔵菩薩信仰がされていた。二十三柱を祭る。社殿によれば、創建は、奈良時代の養老年間と伝わる。言い伝えによれば、霊記年間、黄河の地には光を放つ魔物が住み着いた。これを聞いた朝廷は使者を派遣し、この山の麓に二十一柱の神々を祭り、大麻の祈祷を行った。 すると魔物は姿を消したとされる。その後、この山は、秀でて高きゆえまためでたいという意味で、甲賀山、神社を、甲賀山大本神宮大行寺神社と名付けたとされる。甲賀神社にある、高光公と去る虎蛇の、造平安時代の天略年間、この地に妖怪去る虎蛇が住み着き、村人に危害を加えているのを聞いた朝廷は、 藤原高光をこの地に使わせ、高光が妖怪を退治したと伝わる。この際に、高光が甲賀山台本神宮大行寺神社を再建し、七昼夜妖怪退治の祈願をしたとされる。またその後、高光は甲賀山麓の六箇所に神社を建立したとされている。この妖怪退治は、上平三年の説もあるが、 藤原高光の生誕年との矛盾があり、疑問視されている。詳しい時期は不明であるが、鎌倉時代以前、甲賀神社の境内に、蓮華坊寺が建立される。甲賀神社と蓮華坊寺を合わせて、聖甲賀山蓮華坊寺と称していた。1517年、火災により消失するが、江戸時代に再建される。1869年、神仏分離令による、 廃物希釈の影響で、蓮華ージは、廃寺となる。僧侶の手で一部の仏像は持ち出され、高賀神社から約1.5キロメートル離れた、観音堂に収められる。これが、現在の蓮華ージである。山麓から望む、高賀神社の鳥居と高賀山、高賀山を主法とした、山の山麓にあり、高賀山を囲む6つの神社。かつては六社巡りという、 この6つの社をおねにたいに1日で歩いて巡る苦行が存在した。江戸時代前期の天台宗僧侶、円空は全国暗虐の中で数回、甲賀神社を訪れ修行を行っているという。確実なのは1671年、1684年、1692年の3回である。円空はまた、最晩年をこの地で過ごしたと伝えられ、 円空仏の最後の作と言われている、換気点像ほか、多数の仏像が高賀神社に奉納されている。高賀神社に隣接する石神ホラド円空記念館、円空が晩年過ごした地であることから、高賀神社は、円空仏を多数所蔵しており、高賀神社伝来、円空作物像群として、岐阜県指定重要文化財となっている。 大半は1995年に開館した石子、ホラド円空記念館に保管されている。シドニーオリンピックの女子マラソンにおいて、金メダルに輝いた、高橋直子選手が給水に利用した、黄河の森水は、黄河神社の宮水である、福部の冷水である。福部の冷水とは1996年、黄河神社山道脇に掘られた井戸の水であり、 その水を商品化したものが黄河の森水である。1999年1月に、ホラド村、岐阜県森林組合連合会、ホラド村森林組合が出資する、第三セクター、奥長良川名水有限会社が設立された。後に株式会社化。2006年に民営化された。ありがとうございます。